どうもヤクタウンです。さあ今日はジャンル別まとめ動画です。今日のテーマはこちら。このテーマでめっちゃ美味しかったお店3店舗まとめてきました。ということで本編どうぞ。今日食べに来ているお店はこちらです。それでは入店していきましょう。こんにちは。あ、一人です。はい。川広ラーメンチャート式っていうのが置いてあって、あっさり、こってり、がっつり、ヘルシー、この4つの項目があるんですよね。それぞれのラーメンが属するところに書かれているので、この自分の気分とかと好みでどのラーメンを頼もうかなっていうメニューを選びやすくなってます。そのラーメンチャートっていうのがこちらで、今回僕が頼もうと思っているネギ味噌ラーメンなんですが、真ん中の一番上あたりですね。だからがっつり、すごくがっつりで、ちょっとあっさりしたラーメンということになります。種類多いですね。ありがとうございます。すごい、めちゃくちゃある。ゆっくり見て選んでもらったありがとうございます。またお呼びくださいね。はい、ありがとうございます。すいません、いいですか。はい、はい、ネギ味噌ラーメンで、はい、半ちゃんセットで、はい、ネギ味噌の半ちゃんのセットですね。はい、お願いします。はい、少々お待ちください。店内はこんな感じになってます。座敷席が広く取られているのと、あとカウンター席が揃っているお店となっています。駐車場はこんな感じになってます。お店の前のスペース、数台止める場所があるんですけど、ここだけじゃちょっと狭いので、このお店の横の道を奥の方に突っ切っていくと、すごく開けたスペースがあって、こちらも川広さんの駐車場なので止めて OK です。それではいただきます。ネギ味噌ラーメンですが、もうかなり大量に具材が乗ってます。まずはスープからいただきます。このラーメンもうめちゃくちゃ美味しいです。スープももちろん濃厚な味噌で美味しいんですけど、もう僕は個人的にそれ以上にこのネギの旨味が染みてるのがすっごい美味しいなって思いました。中華さん特有の中華鍋で炒めた炒め物の味ってなんかわかりますかね。なんかそういう香ばしいというか、なんかこううまく表現できないんですけど、なんかわかんないですけど、とにかく美味しいです。スープも鶏ガラとか魚介とかであっさりしたのがベースに、そこに味噌を4種類ブレンドして加えているということで、濃いだけじゃなくてこう深いような味わいがあります。麺はちょっと細めでツルツルな中華麺です。すごい食べやすくて、ちょいピリ辛な味噌と合います。そしてネギ、もやし、豚肉、これ一緒にスープも熱してて、もうほんと具材にスープもめちゃくちゃ熱々でした。食べてて汗が止まんなかったです。あとやっぱりこの麺と具材なんですけども、多すぎます。大盛りじゃなくてもかなりお腹いっぱいになれるラーメンです。それでは半ちゃんもいただきます。こんなにもあって、これ半分サイズのチャーハンとなっています。このチャーハンもすごい美味しかったです。
これもなんかあの中華屋さんの中華鍋で炒めた美味しさっていうのをなんかすごい感じたんですよね。適度なパラパラ感にしっとりとしたこの油感、あと角切りのチャーシューがもうポイントポイントになってすごく美味しくいただけるチャーハンでした。これも多いです。それでは最後の一口いただきます。普段僕あんまり味噌ラーメンって食べないんですけど、もうここの味噌ラーメンまた食べたいなっていうぐらいめちゃくちゃ美味しい、そして美味しかったです。炒め物もかなり美味しいので、他のラーメンとかあと定食もなんかもういろいろ置いてあるんですけども、全食制覇してみたいなって思えるラーメン屋さんでした。ということでとても美味しかったです。どうもごちそうさまでした。今日食べに来ているお店はこちらです。それでは入店していきましょう。こんにちは。こちらラーメンは中華そばに塩バターラーメン、そしてそれぞれにチャーシューが乗った4種類のみとなってます。それにセルフで取るおでんとラーメン1杯の注文につき、なんと白飯が1杯無料となります。すみません、注文いいですか。はい、塩バターラーメンで、はい、はい、お願いします。ご飯もつけてもらっていいですか。はい、わかりました。店内はこんな感じになってます。真ん中に厨房があって、それを囲うようにカウンター席、外壁に沿ってテーブル席が設置されてます。駐車場はこんな感じになっています。綺麗に舗装されていて、パッと見て満車だったとしてもちょっと奥の方に行っても駐車場あるので入って行ってみてください。ごめんでもね、スープは多めにいかなんだら、スープは少ないことはもうラーメンじゃないんですわ、初めて。はい、はい、それではいただきます。まずはスープから。バターも入っているのでよく混ざるようにちょっとかき混ぜてからいただいていきます。スープは香りがまず良かったです。ベースが豚骨 100% で取られているんで、もう豚骨っていうような香りがまず香ってきます。でそこにバターのこのまろやかな香りがこうふんわりと漂って、すごい食欲が湧く匂いだなって思います。最初かなりこってりしてるのかなって思ってたんですけど、案外飲んでみると後味あっさりとしてスッと飲みやすいスープです。まーちゃんラーメンのこだわりとしてスープをたっぷり入れるっていうようなことがあって、これ絶対麺より上になるようにスープは入れてるんですって。麺は中細なストレート麺です。程よい硬さで食べやすく、すすりやすい麺だと思います。ほんとスープが多いんで、ちょっとこの映像上はあんまり見えないんですけど、この麺の上にはチャーシューに、あともやしにメンマが乗ってます。それではチャーシューもいただきます。脂身はかなり抑えめで、赤身がしっかりとした肉質のチャーシューです。これ噛めば噛むほどに塩味とこの旨味を感じる、まーちゃんさん自家製のチャーシューということです。それではご飯もスープと一緒にいただいていきます。
スープが比較的あっさりめなので、こうご飯と一緒でもすごい食べやすかったです。まあ、なんといってもこの白飯無料なので、それでラーメンと合わせてこう満腹になれるのはめちゃくちゃ嬉しいなって思います。それでは最後の一口いただきます。今はまーちゃんの3代目さんが店主としてメインでやられてるんですけど、4代目もこの行った時働かれていました。100年も続く昔ながらの味ということで、こういう風にどんどん引き継がれていくんだろうなって思います。琴平のまーちゃんラーメン今もやってるんですけど、そちらは夜だけの営業になっています。だから今後昼にまーちゃんさん食べたくなってきたら、こちら万能に行ってみてくださいということで、とても美味しかったです。どうもごちそうさまでした。今日食べに来ているお店はこちらです。それでは入店していきましょう。こんにちは。あ、ひとりです。はい、お席の席どうぞ。はい、お客様が来てね。以前開店と同時に僕撮影に来たことがあって、まあ今も動画になってるんですけど、その時は券売機形式だったんですけど、今買ってます。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。はい、メニューお決まりになりました。あ、また呼びます。はい、はい、席についてメニュー表を見て決まったら店員さんに呼んで口頭での注文になります。そして今回は6月1日から始まったという夏の新メニュー、夏季限定のつけ麺が始まっているということで、それを定食にしていただこうと思います。はい、どうぞ。塩つけ麺の餃子定食で、餃子定食、このチャーシュー飯、チャーシュー飯ここで、はい、かしこまりました。ありがとうございます。お願いします。はい、店内はこんな感じになってます。左の手前に見えている機械が券売機だったやつで、今はお会計の機械となっているので、帰りに使っていきましょう。駐車場はこんな感じになってます。お店の前に複数台止められて、そして入り口の横に冷凍餃子を買える直売所があるので、これ、ですね、中に入らなくても買えます。ここのボタンを押したら店員さん出てきてくれるので、こちらで買うことができます。気軽に買えますよね。そして第二駐車場、ちょっとお店を離れて、このコスモスさん、薬局のコスモスさんがあるんですけど、そっちの方向に行くと、そのコスモスさんの横にスペースがあるので、こちら止めても大丈夫です。第一駐車場空いてなかったら、こちら止めに来てください。しました。はい。つけ麺の餃子定食でチャーシュー飯ですね。はい、ありがとうございます。こちらすだちはお好みで、すだ絞ってお召し上がりください。あ、わかりました。はい、はい、いただきます。それではいただきます。夏限定のつけ麺、麺は冷たく締めていて、スープは熱い状態で出してくれます。薬味としてネギにすだちがついてきます。すだちは後で味変でちょっと変えて食べようと思うので、スープにネギを入れていただいていきます。麺自体にいりこの香味油絡ませているので、時間経ってもくっつかずに取りやすくなってます。麺はもっちりとした平太麺です。以前食べたラーメンとはまた違った麺になります。全粒粉で栄養価も高く、食べ応えのある麺でした。スープは通常のラーメンと比べてかなり濃いめに作られてます。だからこそ、それに負けない存在感のこの太麺がとてもつけ麺に合うんですよね。鶏と豚をベースに魚介も効かせた
旨味がすごく凝縮されたような濃いスープとなってます。野菜の甘みも加えられているということで、醤油の美味しさに素材の旨味がもう一口目からガツンとくるようなスープです。具材はチャーシューに、あとメンマがたくさん、そして半熟の卵の半分に割ったのが乗ってるので、そちらもいただいていきます。油も程よく入って分厚くて柔らかいチャーシューでした。メンマも卵も普通にオプションじゃなくて標準で乗ってくるっていうのがすごい嬉しいです。それでは味変ですだちも少し絞っていただいていきます。かなりさっぱりして、なんかめちゃくちゃ飲みやすくなりました。元のスープが濃い分、こうなんでしょう、よりギャップが大きくて、すごい味変するのに最適な薬味だなって思いました。それではチャーシュー飯もいただきます。僕は想定してたよりチャーシューかなりたくさん乗せてくれてます。縦に割れるようなこう繊維みたいな形のチャーシューで、多分これ端っこの部分とか使われてるんでしょうけど、だからこそ本当チャーシューの量がめちゃくちゃ多いんですよね。甘辛く味付けられてて、すごくご飯が進む系の味付けです。ものすごい食べ応えがあって、もう本当ラーメンとこのチャーシュー飯のセットでかなり満足できると思います。それでは塩餃子もいただきます。食べ方としては、まずはレモンと塩でさっぱりといただいて、あとで空海さん自家製という醤油麹でもいただいていきます。さっぱりシンプルで、こう餃子自体の美味しさを感じるのはすごいこのシンプルな食べ方がいいんだろうなって思います。観音寺さんの三々ニンニクに野菜もたっぷりと入ってて、軽くふわっと食べれてもバクバクいけちゃう系の餃子でした。貝出汁とか、あとカツオ昆布の出汁で作られているということで、優しくコク深い味となってます。それでは醤油麹でもいただいていきます。まろやかな醤油の味わいで、これ観音寺の室本の麹に、あと小豆島の醤油で作られてるんで、すごい地元を感じれるような塩となってます。それでは最後の一口いただきます。塩餃子ですが、今年の5月に三豊市で開催されたさぬき餃子グランプリっていうのがあったんですよね。で、そこで金賞を取ってる餃子になります。焼き餃子に、あと冷凍の餃子のお持ち帰りもやってるので、家でも食べたいなっていう方も気軽に買って帰れます。あとつけ麺なんですが、これスープ余ってたらスープ割りもできるので、店員さんに声かけて、あのスープ割りのお湯もらってください。僕はそれこの後やっていこうかなって思います。ということで、とても美味しかったです。どうもごちそうさまでした。1、2、3、4